こんばんは、はるけです。今回はミッドフィルダー限定の両コスパ選手ベストレブンになります。まあ、個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になります。で、今回はですね、ミッドフィルダー限定ということで、ミッドフィルダーの選手ですね、11名おすすめを紹介していきたいなというふうに思います。じゃあ、それでは早速紹介をしていきます。まずはですね、TOTS のペドリです。ペドリ。ペドリ値段的には2万8000で、買うことができます。まあ、55のペドリなんですけれども、今ではね、あまり見なくなってしまったかと思うんですけれども、非常に値段以上の強さを感じる選手ですね。まあ、さすがに、ペドリ2万8000は安すぎますね。うん。特に攻撃的なところで、使うと、まあ、活躍が期待できるかなと、こういった選手ですね。決定力だったりとか、まあ、シュート力、そこまでないんですけれども、やっぱ冷静さが高いからか、結構ね、決め切ってくれる、シーンっていうのはあります。で、パスがね、やっぱり上手くって、やっぱペドリだからこそ通ったパスみたいなのが、ありますね。で、それをまあ逆足でもしっかり高精度で、こう出すことができるという選手ですね。で、単純なスピードっていうのは、うん、それなりに速いですし、まあボールたちも細かいので、まあ相手からすると、まあこの人がね、一人こう中盤にいると厄介な、そんな選手になります。で、そして、続いてはフッティーズメルテンスですね、メルテンス。メルテンス値段的にはですね、3万5千で、買うことができます。こちらもですね、55になった、選手でですね、メルテンスはね、めちゃくちゃドリブルが軽いです。めちゃくちゃ軽い。まあ、ペドリよりかは、守備の能力っていうのはないので、本当にこう、攻撃的な、選手ですね。まあ、前線として使っても十分ですね。で、ドリブルめちゃくちゃ軽くって、パスも上手くって、シュートも決め切ることができるという選手になります。で、ペースも普通に速いんで、まあ置いていける、そんなスピードを持ってます。ですけどフィジカルがねちょっと弱いんで、スピードで置いていけなかった時、相手に先にこうスピードでこう加速していく前に、まあ相手にねこう結構横から当たられたりすると、まあ簡単に取られてしまう、そんな選手になりますね。まあ積極性とかがね高かったりはするんで、まあこう結構ちっちゃいながらに足を出してくれたりとか、うん、するんですけれども、ちょっとフィジカルが気になる場面っていうのはどうしてもあるかなというふうに思います。で、そして続いてはシェイプシフターズアイコンセードルフですね。セードルフ、セードルフ値段的には2万5千で、買うことができます。まあ逆足5になりですね、守備力が高いんで取った後のパスっていうのをしっかり出せるような、そんな選手になります。で、ドリブルに関しては特段重たいっていう風なわけではないです。もちろん身長も低いんで重たくはないんですけれども、なんですかね、切り返しの時とか、まあ逆方向に転換したい時とかはちょっとね敏捷性が低いんで、のっそり感っていうのがあります。なのでそこで重いというより、まあ、遅いっていう風に感じる方はおられるかもしれないですね。で、単純なシュートっていうのは、まあ、決めきれないわけではないですけれども、まあ、どちらかというと守備的な選手に、うん、なりますね。別にシュート力が高いんで負けてるかそれほどなくても、うん、決めきってくれるシーンっていうのはまだあるんですけれども、まあ、もっとこう決めきれる中盤っていうのはいるという風な選手なんで、どちらかというとこう守備的なところで、使うのが一番いいという風に思います。まあ単純なねジョッキーとかも早いんで、結構セドルフはおすすめの選手になります。で、そして、続いてはシェイプシフターズアイコンソクラテスです。ソクラテス、ソクラテス値段的には3万6千で、買うことができます。もうめちゃくちゃ安いですね。うん、ソクラテスなんか一時期多分100万とか110、20とか、していた選手で、まあ、安くなっても80万とかだった選手がですね、もうすでに3万6千、やばい。これはもう本当に終焉ですね、今作に関しても、うん、終わりを感じられる値段帯になってますけれども、ソクラテスに関しては何でもできます。何でもできる。シュートもね結構決めてくれるし、まあ、パスに関してもね、スルーパスだったりとか、横パスだったりも上手いし、で、ペースもね、速く、なってるし、守備力に関してもかなり高いです。うん。まあ、守備力の向上が一番、このシェイプシフター在庫になって変わったかなというふうなとこなんですけれども、やっぱりね、もともとでかい。でかいから、フィジカルで負けないし、足も伸びるんですよね。うん。で、勝手に取ってくれるシーンとかもあったり、して、まあ、個人的には、かなりいいな、というふうに思う選手ですね。
ただ一つドリブルがねちょっと重たい、選手になるので、まあそこがちょっと嫌な方はおられるかなといった感じですね。まあでもそれでも前のというか普段のソクラテスよりかはかなりドリブル面も改善をされてるんで、モテなくはないですけど、今の環境だったらちょっと重たいって思う人もいるかなというふうな感じですね。かなりねソクラテスはおすすめです。で、そして、続いてシェイプシフターズデパイです。デパイ値段的には2万1000で買うことができます。まあこの選手も非常に安く、なってますね。で、この選手もまあ守備も全然できなくはないです。普通にいいんだけれども、やっぱ攻撃力も高いんで、まあどちらかというと攻撃的なところで使うのがいいかなというふうな選手ですね。まあ逆足がね、4になったんですけれども、普通にやっぱりさすが4になったなというふうな選手で、決定力もね逆足でも決め切ってくれた時はあったんで、普通にいいかなというふうなところですね。で、パスももちろん上手くってペースも速くってっていうふうな選手に、なりますね。まあ 3CM の一角だったりとか、で使うのが一番いいのかなというふうに思いますし、まあスキル5を活かした突破だったりとか、っていうのもできるので、まあ普通に CM とかじゃなくてもサイドとか、まあ ST キャムとかでも全然自分はいいんじゃないかなというふうに思います。まあ中にはねサイドバックで使ってるっていう方もおられたりして、本当にこう万能な、まあどこでもできるという選手にシェイプシフターズでなりましたね。で、そして、続いてはシェイプシフターズジョアン・フェリックスです。ジョアン・フェリックス、フェリックス値段的には7万6000で買うことができます。まあ逆足が5になって、5-5になった選手なんですけれども、フェリックスももう7万6000、安すぎる。もうこの人もねめっちゃいいですよ。もともとの使用感、ドリブルだったりとかのね使用感が本当に良くて、なんかこうぬるぬるいけるっていう選手で、パスもうまくってシュートもねしっかり決めきれるという、そういう風なね選手になります。まあアタッカーとしてはね普通にトップレベルですし、まあスピードも速いしという風な選手ですね。まあただ一つ多分多くの方が気になるのはフィジカル、ぬるぬるいけるんですけど、ゴリゴリではないんで、普通にフィジカルで負けてしまう時があったりとかはしますね。なのでそこぐらいかなっていうのは個人的に思います。で、まあもちろんキャムになったことによって、まあ前線からね中盤に降りてきたことによって、まあ守備のね能力っていうのも少し上がってるので、まあ前線だったりとかでカットできて、そのまま、まあカウンターとかっていうのもまあ行えるっていう風な選手になりましたね。まあ普通にやっぱり 5-5 っていうのも素晴らしいですし、まあ能力も非常に、強いという風なことになるので、まあ、結構自分的にはいい選手、まあ、強い選手で使いやすいかなというふうに思います。で、そして、続いてはフッティーズグラーフェンベルクです。グラーフェンベルク値段的には7万で買うことができます。まあスキルが5になったグラーフェンでですね、まあもちろんフッティーズというふうなことで来たのでめちゃくちゃ能力高いです。この人も、攻守にわたって動ける選手で、非常に万能ですね。まあ本当に自分使った時は守備も攻撃も全く不満なところは、一切なくですね、めちゃくちゃ強いなというふうに思いました。もう本当にケミが合う方はぜひ使っていただきたいという選手。スピードの遅さっていうのもあまり感じない、しシュートもしっかり決め切ってくれるし、でドリブルはね重たくはないです。普通に190センチの選手としては十分軽い方だというふうに思うし、まあスキルを使える方ならなおさらあまり気にはならないかなというふうに思いますね。単純なフィジカルだったりとか、足の長さっていうのもありますし、守備も完璧かなというふうに思いますね。まあ自分的にはあまり見ないのは弱いからってわけではなくて、やっぱケミ面なのかなというふうに思います。で、そして、続いてはフッティーズフロレンツィです。フロレンツィ値段的には7万で買うことができます。まあスキル4、逆足5になった選手でですね、結構ねグラーフェンと同じ値段なんですけれども、タイプ的には違いますね。どちらもこうもちろん攻撃に参加をさせてあげたい選手なんですけれども、フロレンツィの方が結構ドリブルは細かいです。もちろん身長も相まって能力も高いんで、めちゃドリブルは細かいタッチができたりとかっていうのが、しますね。ただやっぱスキルが5じゃないっていうところがちょっと残念なところでは、あるんですけれども、普通にドリブルの、軽さっていうのはありますし、パスも上手いし、まあ守備に関しても
ゴリゴリフィジカルゴリゴリグラフェみたいな感じでゴリゴリではないんですけれども、まあインターセプトしてくれたりとか、うん、たまにこう横からね足を出してくれたりとか、する選手になるんで、まあそんなに守備面も気にはならなかったかなというふうに思います。まあ普通にスピードもね速いですし、シュートもね結構決め切っては、くれるそんな選手なんで、まあグラーフェンと比べてグラーフェンより軽い、身長が小さい、軽くって、まあ、フィジカルはちょっと劣るけどっていう風な選手として考えるのがいいんじゃないかなっていう風には思います。まあ、フロレンツもね、個人的には使用感普通に良かったので、おすすめです。でそして続いては TOTS デブライネです。デブライネ、デブライネ値段的には5万3000で買うことができます。まあこの人もね非常に今作使われてきた選手なんですけれども、めちゃくちゃ値段安くなってますね。まあこの人はね非常にやっぱシュート、この人のシュートはやっぱえぐい、決定力89なんですけど、やっぱねめっちゃ決めてくれるね。冷静さが高いくてシュート力も高いからかわかんないですけど、めちゃくちゃシュートは決めきれる中盤に、なってます。でスピード面はちょっと遅いかなっていう風に、思ったりするんですけど、このペース84以上には別に遅さは感じないです。普通になんか追いついてくれるしっていう選手に、なりますね。ドリブル面がちょっと重たいって感じる人多分いると、思うので、まあその中で代わりがいてしまうっていう風な選手になってしまうかもしれないんですけれども、まあこの人も5万3000の値段の価値以上に強さっていうのは感じる、そんな選手になるので、個人的にはこの人もおすすめ、ですね。でそして、続いては TOTS ムシアラです。ムシアラ、ムシアラ値段的には6万で買うことができます。まあスキル5になったムシアラなんですけれども、非常にねこの人はねいいです。普通にいい、めっちゃね自分使った時強かったし、まあよくこう試合のね勝ち負けを助けてくれた、この人のゴールで勝てたとか、っていう試合がよく、ありましたね。まあ普通にね前線の選手で使ってもいいし、まあ 3CM の一角でもいいし、トップ下でもいいしという選手で、まあドリブルめちゃくちゃ軽い上にスキル5がついてる。で、さらにこの人もね、ちょっとこうぬるぬるいける、選手で、スピードも単純に速いんで、スピードでグッと前に、行けたり、します。で、シュートに関してもしっかり決めきれる、そんな選手になるので、もう結構ね、ムシアラ今作いいんじゃないかなと。おういうふうに思います。ちょっとね、使ってない方は使ってみてほしいなというふうに、思うんですけれども、まあ普通に守備もね、悪くないし、特にインターセプト面が、普通に良かった、選手にはなるので、まあどちらかというと攻撃的な選手なんですけれども、そこの守備も、少しできるという選手ですね。でそして、最後ですね、シェイプシフターズアイコンファンペルシーです。ファンペルシー、ファンペルシー値段的には3万で買うことができます。キャムのファンペルシーになっていて、スキル4逆足5の選手ですね。もちろんスキルが4という風なことでちょっとこう敬遠されてしまう方はいるかとは思うんですけれども、単純な能力っていうのが高いですね。まあパサーになったファンペルシーと思っていただいたらいいんじゃないかなという風に思います。まあ決定力そのままにパスも出せるようになったよという選手ですね。まあ普通にスピードもね速くって、まあ、パスもうまくってシュートもねある程度決めきれるという選手になりますし、保険でちょっとフィジカルがあるっていうのも、個人的には嬉しいところかなというふうに思います。まあ中盤の選手にはなったんですけど、守備能力めちゃ高いってわけでは、ないので、まあ 2CM はやめといた方がいいかな、まあできれば 3CM かなというふうな選手で、まあ前線にスキル4がいてもいいなら前線で使ってもいいんじゃないかなとね、いうふうに思います。で、身長がね、187センチで、ドリブルがね、ちょっと変わってますね。なんかちょっとたまによっこらせ感があるっていう、そんな選手になるんで、そこでね、あ、遅いなって感じる方はおられるかもしれないですね。もちろん能力高くて、まあ自分でいけそうな気はするんですけど、たまにね、ちょっとこう、トラップした後の一歩目が遅かったり、する選手。まあそういうのがたまに挙動が自分使った時はあったんで、まあそこが気になる方っていうのはちょっと、まあおすすめできないかもしれないんですけれども、まあ値段が値段なんでめちゃくちゃ安いしっていう選手、3万なんでね、めちゃくちゃおすすめで、まあデブライネみたいな使い方がいいと思います。普通にこう2列目3列目から飛び出していって、決定力高く決めきるみたいな、
そういう風な使い方がファンペルヒもできるので、個人的には普通には強い、そんな選手になります。まあ、という感じで、これがミッドフィルダー限定の両コスパ選手ベースルームになります。まあ、またですね、前線の選手たちもやっていきたいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。